インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日開きました第一コリント14章1節はですね、よくセミナーで開いてお話をすることが多いんですけれども、まあ、カリスマ、賜物、特に予言のことについて話すことに多いんですけれども、今日はここからメッセージをするように導かれましたのでお話をしたいと思っています。と2つぐらいご報告がありまして、1つはですね、ルツ前田さん、ね、前田さんが、子どもたちともに無事にプロンペンに着きまして、金曜日にメールをくださいました。木曜日に彼らは帰って、木曜日の朝ですね、木曜日の夜着いたんですけれども、と一応お見せしますね。皆さんにもお伝えくださいということなんで、伊田木原牧師様、主の皆を褒めたたえます。昨夜、だからこれは金曜日だったんで木曜日の8日の夜ですね、昨夜無事に子どもたちと共にプノンペンに戻りました。長崎では大変お世話になりました。子どもたちは5人ともに大変楽しかったそうで、どこに行ってもいつも長崎でのことが会話の中に出ていました。白馬キャンプから東京滞在中も伊田谷君にも大変お世話になりまして、本当に感謝しております。たっといご献金をいただきまして本当にありがとうございました。いろいろ必要がありましたので大変助かりました。と日曜日の時の、献金は10万円前田さんに渡しまして、水曜日の時の献金は9万円それは個人にということでお渡しをいたしました。まあ、前田さんに渡し、前田さんが個人のために使われるからですね。個人の働きも守られ、留守番組の子どもたちも元気で出迎えてくれました。皆さんの問いなしのお祈りに心から感謝しています。純子牧師はじめ教会の皆様にも私たちからの感謝をお伝えいただければ幸いです。本当にありがとうございました。石の石個人カンボジアルツ前田ということで送ってきていますので、無事にすることができて本当に感謝したいというふうに思います。一言ね、お祈りをしますね。天のお父様、無事に子どもたち5人と前田さんがカンボジアに帰ることができて本当にありがとうございます。ビスナーは確かこれからテストだと思いますけれども、そのテストも完全に守ってください。合格できるようにお願いいたします。また、残っていた子どもたちも、今回来れた子どもたちもこれからまたカンボジアでの生活を祝福してくださり、前田さんもその本当に守ってくださって、再びまた日本に一番良い時に来ることができるように、また何人かはイスラエルに行って宣伝を受けることができるように、神様道を開いてください。個人の上にあなたは特別な道を行き続けてくださって、子どもたち一人一人が本当に神様の愛の中で生かされ、そして本当に神様が用意されている計画の中を歩むことができるように、この和平の時代に一世の人として力強く持ち上げていくことができるように特に導いてください。今回は前田さんの実家にも行くことができたことを本当にありがとうございます。あなたの素晴らしい祝福と報いを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝に感謝します。ハレルヤ。お話したと思いますけれども、まあ、北高木郡ですね、今高木町と言いますけれども、に一緒に行って、まあ、お姉さんとお姉さんのお婿さん、それからお父さん2人とその子供たちもいたんですけれども、一緒に食事をですね、ちゃんぽんを食べたんですけどね、食べて、それからその後実家に行って91歳のお母さんにお会いできて、まあ、そのみんないるところで、家族もみんないるところで、子供たちが、大きな愛を日本語で歌って、その後プレアソンクルアを日本語と、クメール語で歌いましてですね、非常に良い時を持ちました。またお母さんにみんな紹介してですね、ちょっと真面目な時を持つことができて、で私もお祈りさせてですね、お母さんには本当に良い時を持てて感謝しております。まあ全員反対したんですけどね、行く時は22年前はですね、今回は本当に心からお迎えしてくださって、とってもいい時を持っててですね、その子どもたちを紹介するときにですね、最初前田さんはこととね、最初は笑顔だったんですけど、途中で涙ぐんでおりましてですね、本当に良い時を持つことができてよかったなというふうに思っています。それともう一つですね、報告なんですけども、秋元牧師がですね、先週は四国を回られたんですが、四国を回った最後に高知に行かれたんですけども、お手洗いに行く途中でですね、転ばれまして、大腿骨ですね、折って救急車で搬送されました。幸い手の方は骨折じゃなくて打撲だけだったんですけど、こちらは骨折かな、なんかでこう手術になってですね、木曜日の朝手術をされまして、まあ、手術は無事に終わったんですけども、一応3週間今のところですね、3週間経ったら転院で東京に来れるということで、2ヶ月間は一応
安心してくださいということを言われています、今の段階で。まあ、神様の特別な取り計らいで3コロナもっと早くなると思いますけれどもね、ぜひお祈りください。それで8月9月の全ての政界はキャンセルということになったんですが、まあ、次は九州は10月だったんで今のところまだ来れるんじゃないかと思いますけども、8期は全部キャンセルということで今高知で入院しておられます。今日もだから東京にはおられないんで東京は他の方々がお越したいと思いますけども、まあ、そういう状況なんでぜひ秋元牧師のためにもですねお祈りしていただければというふうに思います。祈祷部はあれだから、そしたら純子さんお祈りしてくれますかね。このマイク皆さん心合わせてください。イエス様、本当にパウロ牧師の上に今特別な神の手を置いてくださり、かつても本当スキーで足を折られたところから神様が言葉をくださってこの群れが与えられました。本当に新しい時が来ていると思います。どうぞパウロ牧師の上に特別なあなたの癒しの力が注がれて、速やかに今傷んでおられる部分が完全に癒されて、前よりも骨が強くなって前よりも元気になって奉仕に帰ってきてくださるように助けてください。そして特別な意味がありますと思います。この2ヶ月間主が非常に深く望んでくださり、さらに言葉を与えてくださり、この群れをあなたが憐れみを持って導いてください。今主が最善を成してくださっていることを感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。天のお父様ありがとうございます。3週間で東京2ヶ月の安静ところですけれども、神様がもしよしとされるならば早く転移することができ早く復帰することができるように助けてください。またこの間十分に心と体を休めることができ深い主との交わりの時を与えくださいますようにいたします。東京安定教会の上にあなたの主に牧歌を完全に合わせくださって、このことを益としてくださって、一人一人がしっかりと主にあって自立し、また教会が主にある組織としてさらに機能していくように導いてくださり、またご家族を特別に守り、奥様の伏木さんをはじめヨハネ君、ベニ君、フーちゃんの家に特別な見ておいてくださって、神様が祝福したり支えてくださいますようにお願いいたします。このことの中に深い意味があると思います。どうぞその御心を豊かになされていきますようにお願いいたします。イエス様の名によってお願いいたします。アーメン。どうぞ覚えてお祈りください。ちょっと思うんですけれども、かつて秋元牧師は献身されてから5年間入退院を繰り返されたんですね。でその時神様から癒すって言葉をいただいて、でまあそれから告白して、ね、治りましたって健康ですって言ったらですね、本に書いてありますけどね、口ではそう告白するんだけどもう本当に辛くて涙が出そうになったこともあるし、いろんな人が来たら健康ですって言うからね嫌な顔されたこともあるって言ってね、その後本当に癒されちゃったんですね。本当に元気になって世界中を90カ国近くを飛び回って2000回以上飛行機乗りになって、まさに神の癒しが現れたんですね。体力派だった長藤さんと一緒にアメリカに帰ってきた後ね、東海岸から西海岸まで全部こう行かれたんで、長田牧師はそのまま病院に直行したんですけど、秋元牧師は大丈夫だったとかね、元気だったんですけれども、今回はここ数年間ちょっと前からですね、秋元牧師はまた非常に弱くなられて、去年は北海道かなで入院されましたし、今回は高知になりましたけれども入院になっております。そして来た時も分かられますけど、こう座ってないといけないし、こう非常に見た感じでは牧師の一人の子がね、牧師の子供さんが秋元牧師に死なないでくださいって言ったそうですけども、思わずそう言いたくなるような状況なわけですね。でもあえて今度は秋元一人じゃなくて群れみんなが祈りながら、みんなの前でその姿をあえて表しながら一緒にこう神様を戦って見せてくださってるんだと思うんですね。っていうのは一番最初に教会が始まった時、韓国に行かれて断食祈祷された後に雷がすごくなったで、何か特別な意味があるからと思って覚えておこうと思って本に書かれてますけど、そこから大きく働きがあったんですね。で去年の被災チーム、まだ名前が TLE に変わる前ですけども、アルベル山に登った、無理だと思ったら登れたんですね。そしたらその途端雨が突然降ってきて、そして礼拝終わった後にすごい雷が鳴ったんですね。でそれはもうみんな聞いてたんですね、行った人たちはね、と同時にオンラインで見ていた人たちも聞いたと思います。でみんなでその雷の声を聞いて始まったぞっていうサインを見たわけです。今度はみんなでね、そして今回その
今回というかここしばらくこう病院が病気が続いてるんですけども、神様は今度は群れみんなでそのパウロ牧師の状況をまあ明らかにしながらオンラインでね、全世界に放映されてますから、その今の状況をね、ちょっと立ってられなかったり座ってたり、やはりこう繰り返されたりする、なんかある期間に許されたと思うんですけど、その後に再び本当に癒されて神様の言葉が成就するのを見せようとされていると思うんですね。それは秋元牧師だけじゃなくて群れ全体に表してくださって証しだと思います。だから何か主がなさると思うので、ね、ぜひ期待していってほしいと思いますし、ぜひ祈ってほしいと思います。で、一緒に祈った人はそれが起こった時に一緒にそれを体験しますので感動するんですよね。例えばカンボジアの子どもたちが来た時にすごい感動を覚えるのは、まあ、彼らのために祈ったし捧げたし、ね、やってきて、そうやって一緒にこう離れていても関わってきた、祈ってきたから彼らに会った時すごい感動を覚えるわけですね、捧げてきたし。だからぜひ今回のパウロ牧師のことも一緒に祈って、ね、いただきたいと思います。その中でこの神様がパウロ牧師になされるんだけど、それを通して一緒にその神の癒しとか奇跡を見て、そしてこう非常に感動を覚えるでしょうし、一緒にその働きの中に入っていけると思います。次の働きの中にですね、それをねぜひ覚えてほしいと思います。はい、それじゃあ3秒の時をもちまして、それからこの今日の14章の一節からお話をしたいと思います。さっき練習しました詩編11編、今年の詩編の賞を取った曲なんですけども、今まで歌ってなかったんですけども、賛美にチャレンジしたいと思います。眼鏡がねちょっとよく見えないので違うからです。今週免許更新に行くんですけど、視力検査で落ちないように祈っていただければ幸いです。眼鏡がねちょっとおかしいからですね、はい、じゃあお願いします。主に私は身を避ける、どうしてあなたたちは私の魂に湯のかぶりのように、お前たちの山に飛んで行け、それを見よう見よう見よう矢をつがえ、暗闇で心を知るな、人を見ることしている、よりどころが壊されたら悲しいものに何ができようか、主はそのせいだが見えにあり、主はそのオーナーが天にある、そのワーシップを賛美したいと思います。天地よ神に向かって喜び歌い賛美せよ、すべての作られしものよ、聖なる主を褒め歌え、その恵みはとこしえまで、主は慈しみ深き
お方、祈り捧げ主をあがめよ。今我らの主がここにおられる。賛美と栄光と感謝と知恵と誉れと勢いが、常しえにあなたにあるように、礼拝捧げる。天地よ神に向かう、歌い賛美せよ。すべての作られしものよ、聖なる主を褒め歌え。その恵みは常しえまで、主は慈しみ深きお方、祈り捧げ主をあがめよ。今我らの主がここにおられる。賛美と栄光と感謝と知恵と誉れと勢いが、常しえにあなたにあるように、礼拝捧げる。賛美と栄光と感謝と知恵と誉れと勢いが、常しえにあなたにあるように、礼拝捧げる。礼拝捧げる。ハレルヤ。55番のファミリー。新しい明日へ今旅立つ、光さす方へと顔を上げて、重ね合わせた手を離さないで、未来は希望で満ちている。だからこの道をずっと、この道を同じ歩幅で歩いてゆく。ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ絆は永遠の愛を結んでゆくから。出会いは決して奇跡ではなくて、生まれる前から綴られていた。選んだ道は確かにゴールを目指して、時を重ねていた。そっと寄り添って、ずっと寄り添って、
優しさを描き続けよう。ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ絆は永遠の愛を結んでゆくから。ファミリー、今日から君はファミリー、一つの家族、神様がつないだ絆は永遠の愛を積んでゆくから。愛を結んでゆくから。44番、枯らしないようにお賛美して礼拝に入ります。小さな種が地に落ちて、土の温かさに包まれ、ほんの少しの力捧げて、光を受けて芽吹く。空から注ぐ雨のように、優しく照らす光のように、愛はいつも願っている。私が幸せなこと、やがて天を目指すほどの緑深い大樹となって、豊かな実り、命を宿す季節が訪れた。空から注ぐ雨のように、優しく照らす光のように、愛はいつも願っている。私が幸せなこと、空から注ぐ雨のように、優しく照らす光のように、愛はいつも願っている。私が幸せなこと、愛を注がれ生きる、愛を注がれ生きる。あれれ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 。私はあなたを通り置き管として用いていきます。あなたの存在を私は祝福の源とし、あなたを通し私の愛が流れていきます。あなたの言葉、あなたの手、あなたのものだし、私はあなたを通して私の愛と恵みを流し、多くの人々に助けの手を、癒しの手を、そして救いの手を表していこうとしてくださいます。私なんかと思ってはいけません。それは惑わしです。私はあなたを通して力強く働き、あなたを通して豊かに語ろう。私はあなたの存在を祝福の源として用い、これから多くの人々に救いの技を、
癒しの技を表していこうと称されます。愛する子よ、信仰の足を持って踏み出し、唇を開き手を伸ばしなさい。私はその時あなたを通して人々に触れ、そして人々を助け救い出していくと主は仰せられます。このあなたのその心を使っていきなさいと主は言われます。このあなたが心を動かしたその小さな真実が、あなたが心を込めて祈ったその小さな真実が人々を動かすと主は言われます。私は見ていることを覚えなさい。そのあなたの心の真実に応えようと主は言われます。私にはそんな愛も力もないと思う人がいます。確かにあなたの中にそんな愛も力も十分であるわけではありません。しかしあなたのうちに私の霊、聖霊がいることを覚えなさい。あなたは聖霊と共に歩み、そして私に真剣になるなら、私は踏み出す勇気を与え、愛を注いでいこう。あなたが一歩踏み出すとき、私の愛がその聖霊を通して流れ始めていきます。あなたはあなた自身もその愛を通して、たくさんの恵みを受け、この神の愛を受けるでしょう。愛する子よ、通りを引く管となりなさい。私はあなたを通して私の恵みと愛を流していこう。それはあなたにとって重荷ではなく、喜びとなり祝福となると主を抑えます。あなたが私の管となるとき、あなたのうちに命が流れ、愛が流れ、恵みが流れていきます。それは増し加っていきます。そしてあなたはその祝福をますます豊かに受けていくようになると主は仰せられます。ホームベッカの主。悲しゅう常しえまでも、アーメン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 。もう一度、ほむべき悲しゅう常しえまでも、アーメン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 。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。聖霊様のご臨在を感謝します。三位一体の誠の神様が私の礼拝を受け取ってくださり、ここにご臨在をあらしくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日伝われたお一人お一人を心からありがとうございます。また今入院されていますけれども、パウロ牧師を心からありがとうございます。また無事に帰ったカンボジアの子どもたちと皆さんありがとうございます。インターネットで礼拝されている人一人ありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様がどうぞ御言葉を通して私たちに語ってくださり、触れてくださり、慰めを与え、励ましを与え、主にある勇気と大胆さを与えてくださり、御言葉によって私の信仰を養って、あなたが約束された100倍60倍30倍の実を、祝福を、恵みを豊かに受けていくことができるように力強く導いてください。語るものも聞くものも減り下ります。語ってください。神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様あなたを愛します。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。